ご紹介ありがとうございます。よさこい水間、今年で19回目とお聞きしております。土佐から菅連、毎年ゲストチームとしてこの場所に立たせていただいております。戦後の復興を祈願して始まった高知のよさこい踊り、あの当時多くの困難があった中で、みんなで踊りを道具にして元気になっていこう、そういう願いと思いがこもったお祭りです。今から30年前、劇団四季を退団した私たちの元前代表、2011年に他界をしました国友須賀が、ずっと30数年間高知で、日本この夏のお盆の時期にご先祖様が帰ってくる時期に、みんなでそういう戦後の復興を祈願して、みんなで幸せになっていこうという思いを込めたよさこいに現代風のアレンジを初めてしました。それがあれよあれよという間に、北は北海道から南は九州、全国各地によさこいが広がり、20年前にこの水間でもよさこいが始まりました。私は今年こういうふうに思いながら今回の演目を組み立てました。時代を追うごとに人も変わります。そして形も変わります。しかし変わらないものがあります。それは心、真心、人の思い、そういったものがしっかりと後々まで受け継がれていくものであってほしい。お祭りというのはそういったものを確認し、多くの先人たちの思いを感じて、まだ見ぬ未来を思う、そういうものではないかと思うのです。今日ご用意いたしました踊りは3曲ございます。1曲目がもう相当昔になりますね。江戸時代から愛されていたと私たちは知っております。高知のよさこい清張踊りです。そしてまた2曲目は鳴子を手に持ち、戦後の復興を祈願したよさこい鳴子踊り、そして現代よさこい菅連の最新作火付き噛むながらとなります。この3曲をメドレーでご覧ください。特に今年は多くの災害が日本中で起こってきました。未来が平和でありますように。よさこい水間から日本中世界中に幸せが広がっていきますように、全身全霊込めて回せていただきます。どうぞ5000円よろしくお願いいたします。辻健太郎さん、よろしくお願いします。この水間に19年前によさこいが降り立ちました。そしてこのよさこいが65年前に生まれました。皆様にこの伝統的なよさこいを今からお届けさせていただきます。ほっ！すいません、失礼しました。1曲目からで PA さんお願いします。さあ、それでは、ほっ！
いいよさこいの思い、願い、誓いよこの水間の地へ。菅いざないれ、火月かぶながら。
いざなえ。ほっ。これから地元のよさこい連水間さんが踊られます。水間の皆さん、応援してあげてください。菅連送らせていただきましたけども、最後に一つだけお伝えさせてください。私、仲間と一緒に福島県のよさこいチームを応援しております。その方々は2011年から震災があって、いろいろな大変な思いを今もしております。目に見えない不安、健康の不安、どうやって子どもたちに希望があるよ、みんなで元気に生きていこうね、どうやって伝えたらいいか思い悩んでいる毎日だそうです。先日よさこいで踊りに行かせてもらった時に、私たちの演舞を見て希望があるねと言ってくれたんですね。一緒に踊ってる福島の踊り子さんもその時に魂、心の中にエネルギーをね、起こしていくんですね。日本の、同じ日本人の方がそういう思いを持っていながら一生懸命頑張っております。遠いこの福岡、福島のことをまたこうやってシェアさせていただきながら、本当の意味でみんなが幸せな世の中をですね、お一人お一人のこれからの人生の中で、ちっちゃくてもいいと思うんですね。私たちは踊りしか道具がないので、こういうことを踊った後に少しお時間いただいてお伝えさせていただく次第でございます。みんなでいい世の中を作っていきましょう。菅いざない連でした。ありがとうございました。本場高知より菅いざない連でした。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、最初に引き続きね。